皆様こんにちは。あずまやチャンネルにお越しくださいましてありがとうございます。今日はあずまやの次男の僕小次郎がお届けいたします。僕は第11回の時に登場したことあるんですけど、覚えてくれてますか？まああれは正直言うとお母さんの邪魔してたんですけど、今日はお母さんに言われて出演してます。なんで出演させてもろたか言いますと、がん哲学外来の日野浮世先生のお話にはちゃうちゃう犬が出てくることがあります。うちのお母さんが猫派や言うたら、和歌山のたまちゃんが出てきはりました。あずまやチャンネルはマイナーやけど、それでもよかったらいっぺん出てみるかってお母さんが言わはったから、兄弟の中で一番おしゃべりな僕があずまやチャンネルに出演することになりました。今日はよろしくお願いいたします。日野先生のちゃうちゃう犬のお話は、病院の先生は診察の時パソコンばっかり見て患者さんの顔を見てくれはれへん。せやけどちゃうちゃう犬がパソコンに向かってる写真を見たら癒されるっていうやつです。ちゃうちゃう犬みたいな顔で人に接しなさいって言わはるねんけど、うちのお母さんはちょっとちゃう意見みたいです。人にはそれぞれ求められてる役割があって、お医者さんはがんをやっつける方法を考えてくれはる。ちゃうちゃう犬はモフモフしててほっこりさせてくれる。まあ診察に行った時難しい顔してパソコンばっかり見てはったらこっちも緊張してまうやろけど、お医者さんも真剣なんやって思ったらそんなもんちゃうかな。こないだうちのお母さん、ブレストウォーズ恋する標準治療っていうお芝居をパソコンで見てはったけど、その中でもお医者さんは患者さんを通して患者さんの中にいるがんと戦ってるって言うてはった。日野先生のちゃうちゃう喧嘩って怒ったり疲れたりしてはる。お医者さんも一緒とちゃうかな。僕のお姉ちゃんのくるみちゃんは本読んだりパソコン触ったりしはるけど、僕は読書はせえへんから今日は本の紹介はやめときます。それでは次回の更新までごきげんよう。小次郎でした。